ファイターズで投手と打者の二刀流に挑戦している上原健太選手はうるま市の出身で今回は上原選手の同級生で埼玉西武ライオンズでプレーし現在、打撃投手を務める黒久翼さんとともに子どもたちの指導にあたりました先月28日に開かれた野球教室には市内2つの少年野球チームから小学生およそ40人が参加しました。 子どもたちはバッティングや守備など基本練習を通してプロ選手から直接手ほどきを受けました。今教えてもらったことをちゃんと試合でやって結果を残せるようにしたいです。野球を楽しくあのうまあ、上手くなってほしいっていうところは一番ですし、そういう気持ちを持ってやってほしいなっていうふうに思って伝えてます。